イモジアイ石イモジアイ石は、山梨県南アルプス市下市の瀬にある遺跡。縄文時代中期と、平安時代前期を中心とする、集落遺跡。出土遺物は、国の重要文化財。釜梨川遺跡の甲府盆地西部、五直市川複合線上地の南西端部に位置する。漆川と市の瀬川に、供された地域で、自然堤防の広廃地にあたる。 標高は280から290メートル付近で、北西から南西の傾斜上に立地する。西郡地域は縄文、弥生の遺跡が希薄な地域で、芋地ジ遺跡は縄文時代の遺跡が戦場地上に立地している珍しい事例。下市の背には2基の古墳が現存しており、県内では類例の少ない宝墳とも考えられている。 1986年の第一期工業団地造成事業に際して、隣接し同じく縄文遺跡と平安遺跡の遺構が複合する木遺跡の発掘調査が行われ、第二期造成区域内が遺構主体部の推定地域とされた。1992年に第二期造成計画が開始されると、山梨県土地開発公社から委託された串形町教育委員会が、 発掘調査を行い、1993年に完了する。検出以降は、縦穴住居市141件で、縄文時代中期中用のものが27件。集落規模は小さいが、ほぼ全容が解明されている。出土遺物のうち、内部が中空となった57号住居室度の、円水系土偶や133号住居室度の、 人体文様の浮き彫りが施された人体文様付有効つばつけ河原家の他出土品205点が1995年国の重要文化財に指定された。円錐形土具は関係で出土した貴重なもので縄文中期の関東、中部地方における特有の形式。本体は中空、胴体の側面、底部に穴が存在する。切れ長の目に、 ちぶさと妊娠による小中線が表された妊婦を表現したもので三本指の手を腰と腹部に当てている。調査終了後には工業団地が造成される。出土遺物や調査資料、図録等は串形町教育委員会に保管。現在は南アルプス市ふるさと文化伝承館に遺憾、収蔵されている。ありがとうございます。